寒い時はやっぱり温かいミルクが一番ね。おいしい。ん？向こうにいるのはイーファ君か。いいな、実にいい。おや、ヤンシュじゃないか。何してんのよ、さっきからイーファを見てるけど。うん、実は最近こうして彼女を見つめていると、私は心が張り裂けそうな感覚に陥る。計算式を用いても原因の解明には至らなかった。謎を解く鍵は彼女だと思い、こうして観察を。ああ、それって恋じゃないの？何？バカな。恋愛とは特定の相手に特別な感情を抱く一種のストレスのようなもの。しかしそれは著しく論理に欠けた思考だ。感覚としては合理性にあまりにかけ離れ。ああ、なんかじれったい男だね。そういう小難しい話はいいからさ、あんたはイーファが好きか嫌いかどっちなんだい？嫌いではない。ふーん、ヤーシュにも一応人並みの感情はあったのね。数学バカのお坊ちゃんにも春が来たってことか。数学バカは構わないが、お坊ちゃんはやめてくれ。よし、そういうことならやることは一つだよ。早速気合い入れて告白してきなさい。気合いを入れれば相手に必ず思いは伝わる。いや、この世の全ての事象は数式で答えが出せる。恋愛も例外ではない。計算式の答えが出れば今取るべき最良の行動も見えるはずだ。恋愛ってのは1に気合、2に気合、3、4が気合で5に気合。計算はいらないよ。ハンナ君、君はいつもそれだね。何でも気合気合と。不合理な精神論だ。あんたこそいつも計算に頼ってばかりで男らしさに欠けるんじゃないかね。待て、計算と男らしさは関係ないはずだ。ふふん、悔しかったら告白の一つや二つバシッと決めてみなさい。いいだろう、私にも男としてのプライドがある。よし、イーファちょっとおいで。ああ、乗せられちゃって。知らないわよ、私。あらあら、皆さんお揃いで。どうしたの？今ね、ヤーシュの好きな人について話していたんだよ。まあ、もしかして恋バナ？私にもぜひ聞かせてほしいわ。恋の話ってドキドキしちゃうわね。ヤーシュさん、私にも聞かせてもらえる？ああ、もちろん。では、運命の確率論から説明しよう。運命の出会いという言葉がある。この事象、実はパーセントで表すことができるのだ。一般的に使われている方程式もあるが、今回は独自の式を使う。まず X の値を。あ、はいはい、ヤーシュ、ちょっとこっち来て。おい、なんだ、どこへ連れて行く？やれやれ、気合や計算の問題以前にあれはもう色々とダメな気がするね。あら残念、ヤシさんの好きな人とっても興味があったのに。イーファはこういう話好きだよね。あんた自身も男たちによく言い寄られてるし。うん、皆さんどうして私なんかに言い寄られるくらい魅力的っていうのは、ヤシさんのような人を言うと思うのだけど。あの数学バカが魅力的？バカだなんて。私、知的な男性は好きよ。おお、これはまさか脈ありってやつかい？にしてもイーファは本当に謙虚で優しいね。あんたみたいないい子がなんで軍にいるんだか。それはやっぱり生活のためかしら。入隊する前は仕事も満足にもらえなくてね。どこへ行っても
私はダルクス人だから。そうか、苦労してきたんだね。うん、でもこんな私に優しくしてくれた人もいたわ。この正体でも素敵な仲間と出会えたし、今私はとっても幸せよ。あんた本当にいい子だね。これからもご飯をいっぱい食べてもっと幸せになりなさい。そうするわ。今夜の食事も楽しみにしてるわね、ハンナさん。というわけで、どうやらイーファの方もヤーシュに気があるみたいなんだよ。あの子のことは幸せにしてあげたい。だから私は二人の恋を応援するよ。なるほどね。でもやっぱりいきなり告白は難しいわよ。ちょうど明日出撃命令が出てるから、ヤーシュたちを隊列に組み込むよう言ってみるわ。その戦いでいいところの一つでも見せれば告白もうまくいくでしょう。とてつもなく余計なお世話だが、任務だというなら遂行するだけだ。これより作戦を説明します。それでは作戦を開始します。 E 小隊、出撃してください。作戦開始。みんな頼んだわよ。よし、行くぞ。ヤッシュ、気合い入れてイーファを守りなさい。君はその無駄に大きな声で敵兵を呼び寄せないよう注意したまえ。一緒に頑張りましょうね、ハンナさん、ヤイさん。ドキドキしちゃうわね。どうなっていますか？イーファ君、危ない。そちらのルートは危険だ。早くこっち。今のは敵だ。一体どこから応戦を。落ち着くんだ。次の弾が着弾する位置は弾道計算の方程式ですでに割り出している。私たちが今いる場所から 7.26 メートル離れた場所に着弾するはずだ。うん、予測通り。計算式の精度に問題はないようだ。すごい、ヤイさん、かっこいい。この程度の計算は、その、造作がない。作戦は進行中だ、進もう。へえ、やるもんだね。勝率 100% だ。弾道の計算式は、弾はまだ残っている。勝率 100% だ。任せておきたまえ。
弾道の計算式はどうかな。弾はまだ残っている。やられたか。敵はあそこか。気合入れていくよ。始めよう。当てる。弾はまだ残っている。味方がやられました。では始めよう。任せておきたまえ。当てる。悪くない結果だ。さすがです。その調子でお願いします。防寒対策は万全だ。任せ。ドキドキしちゃうわね。始めよう。確実に。なるほど、いい手だ。蹴散らしてやるさ。いたいた。料理してやるよ。おっと、ん？狙われ。この作戦の勝率は確実に。さすがです。その調子でお願いします。気合入れていくよ。見つけたよ。うお、大したことないね。やりましたね。
倍で避ける。勝率 100% だ。どうかな？弾はまだ残っている。勝率 100% だ。発見した。敵が迎撃を開始。当てる。なんて腕前だ。発見した。入れていくよ。狙われています。何弾数を確認せよ。幸運を祈る。料理してやるよ。撃破、その調子です。いたいた。気をつけろ。では始めよう。この作戦の勝率は 止まらずに体を動かしておけ。どうかな？計算通りだ。では始めよう。どうかな？やり。
始めよう。確実に。さすがです。気合入れていくよ。では始めよう。無事の帰還を願います。当てる。イーファ君をかばった時に腕をひねったか。痛みがひどくなってきた。ほらあんたら、何立ち止まってんだ。この寒さで足が凍っちまったかい。ちょ、ハンナ君、静かに。敵に見つかるだろう。あんたたちが暗い顔してるから気合を入れてやったんじゃないか。イーファ、あと一息だからね。へばるんじゃないよ。そうね、頑張るわ。ヤーシュ、あんたも腕が痛むだろうが、もう少しだけ踏ん張んな。気づいていたのか。イーファには黙っておくよ。あんたにも男のプライドがあるんだろ。空気の読めない単細胞と思っていたが、君意外と周りを見ているじゃないか。さあ、おしゃべりは終わりだ。最後の一押し、気合い入れていくよ。ドキドキしちゃうわね。任せて。やはりそう。料理してやるよ。気合入れていくよ。
敵は殲滅できたようだな。祈祷を。ヤイシさん、どうしたの？まさか怪我を。よく頑張ったね、アーシュ。あんた男だよ。すぐに医務室に連れてってやる。負傷していたなんて私気づかなくて。気に病むことはないさ。女を守って負った傷は男の勲章だからね。大げさな言い方をするな。そもそもこの程度どうということはない。ヤシさん、怪我は大丈夫？治療してもらったからもう平気だ。戦場での援護に感謝するよ。君にも一応お礼を言っておこうか、ハンナ君。私は君を気合だけの人間だと思っていたが、そうでもなかったようだ。あんたもなかなか男を見せるじゃないか。見直したよ。計算もバカにしたもんじゃないし、今度私にも教えてほしいね。教えるか。学校で数学教師をやっていた頃を思い出す。どんなに物覚えの悪い生徒も私が教えた数学だけはいい成績を取っていたな。ならあんたに教えてもらえば私も計算が得意になるかもしれないね。その時はお礼にあんたの好物でも作ってあげるよ。
楽しみね、ヤンシさん。ハンナさんの料理はとっても美味しいから。いや、彼女の料理は栄養バランスは完璧だが味なんかあなたたち前に比べて仲良くなったみたいね。今回の作戦が成功したのも3人のチームワークのおかげよ。ありがとね。さて、それじゃあ一息ついたところで、ヤッシュ、イーファに伝えることがあるんじゃない？例のやつ言うのか、今ここで。協力して戦場を切り抜けたのよ。伝えるタイミングとしては最高じゃない。できるできる、絶対できる。恋愛はハートで勝負、気合い入れていきなさい。仕方ないな、イーファ君。その先日私にイチューの人がいることを聞いたと思うが。うん、そのことすごく気になってたのよ。相手は、まあ名前を聞いちゃってもいいかしら。君だ。え、私がその好きな相手は君なんだ、イーファ君。よければ私と付き合ってもらえないだろうか。私、それはそのあの、ごめんなさい。ガーン、本当にごめんなさい。私実は婚約者がいるの。どういうことよ、ハンナ。イーファはヤーシに気があるって。いや、だってヤーシのこと魅力的とか好きとか言ってたし。もちろんヤーシさんだけのことじゃなくて、正体の皆さんも魅力的だと思っているわ。待って、まさかイーファって男性と話すたびにそういうこと言ってるの？まあ、無自覚な小悪魔って実は一番怖いかもしれないわ。この結末は私の計算でも予測できなかったな。あんな風に誘惑されたら男たちが次々と言い寄るのも納得だよ。誘惑だなんて、私そんなつもりじゃ。いや、いいんだ、分かっている。もし君の優しさが計算だったのなら、私はきっとそのことに気づいていた。純粋に接していてくれたからこそ私は君に惹かれたんだ。気持ちを聞いてくれてありがとう、イーファ君。婚約者の方とどうか幸せに。ヤーシュさん。よし、ヤーシュ、今日はあんたの好物を死ぬほど作ってやるぞ。ハンナ君、君は頭は悪いけれどいいやつだな。それは最高の褒め言葉だね。ねえ、ちょっと思ったんだけど、ハンナとヤーシュも結構お似合いなんじゃない？このまま2人の方が付き合っちゃったりして。それはない。どれだけ高精度の方程式を用いて計算しても解は等しく 0% だ。ああ、そう。あの、ヤーシさんに元気になってほしいから私もお料理手伝うわ。イーファ君の手料理だと？これはまだ私に気がある可能性も。イーファ、そういうことするから男たちが勘違いしてだね。まあいいや、今日は3人で気合い入れて盛り上がろうか。
数学者の初恋は破れたり、でも3人に不思議な絆が生まれたみたいだし、これはこれでいいのかしらね。you